今日はえっと、視覚障害のある方から、えっと、リクエストがありましたんでこういう番組にしてっていうようなこれ解説してっていうようなリクエストがあったんでまあお便りを紹介しながらそんな話をしていきましょうこの番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です え鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオえっとお便りです。え鈴木先生の YouTube を拝聴することでえ、執筆のモチベーションを維持,維持することができています。はい、どうもありがとうございます。えっと講談社の講演曲、日本語の正しい表記と用語の辞典。 をを訳に出そううとと思い、えー、書籍のサイトを見たところページあるようですあなるほどなるほど。300ページを超えると転訳を受けていただきません。なるほどね。特定の章だけならお願いできるかもしれません。300ページを超えると転訳を受けてもらえないんだ。えー、っと、鈴木先生の YouTube で 小説を書くときに押さえておきたい原稿用紙の使い方について取り上げていただけると嬉しいです、えー、ご検討いただけますようにお願いしますあうそうだね、えー、まあ、これやってきますねえっ、ー、と小説の書き方に関する話は何度聞いても参考になるのですが鈴木先生が最近読んだ本や聞いたラジオや YouTube 見たドラマや映画の話を楽しみにしています。あ,あそう言っていただけると嬉しいな。えっ、ー、と、同業者のお友達との話や編集者さんとのいろいろなどもワクワクしながら聞かせていただいています。はい、ありがとうございます。えー、長くなりました。梅雨はまだ明けなさそうです。えっ、ー、と、本城先生もどうかお,お体をご自愛くださるようにお祈りしています。 えそうですね、えっと、日本語の正しい表記と用語の字でこれ、えーとまあ、こういうふうに書式にしましょうねとかそんなような話、えーまあ、あ今後、まあ、ぼちぼちとやっていきます、えー、としかし300ページを超えると転訳をしてもらえないというのが意外といえば意外かなという感じだね。 えと鈴木喜一郎小説講座、んとリモートで、えー、全国どこでも受講できて在宅でできるということで、えー、と基本その、障害のある方でも、まあ、十分受講できるシステムにはなってるんだけど意外と、ね、身体障害の人が少,あの少ないので。えー まあもあの多いのは精神障害と発達障害が多いのでね、えー、ついついそ,のそこら辺の事情を忘れがちなので、ねまあ、何度かやっぱり身体障害の方もいらっしゃってはいるんだけどなかなかやっぱ続かないですよね。えー、これはあの障害があるからということではなくてシンプルに。 身体の障害があろうかなかろうが書く上ではその同じ土俵なので、えー、とそうするとやはり入力だとか出力だとかに結構大変だということあるね。えー、とその昔あの江藤乱世さんという時代小説の作家さんがいて、えー、と僕よりも遠くない年上だったかな。えっ、ー、と あその人はポリオでね子供の頃ポリオにかかってあの手と足四肢まひっていうふだったんだけども指が動いたのでね、えー、ただあの当時はなかなかやっぱ大変だったみたいでゲームのコントローラーみたいなやつでね、えー、と執筆してましたなでまあやっぱ身体障害があるとと、うん この間の間市川沙緒さんという方がの芥川賞を受賞したときに言っておられたんだけどやっぱりね、えーとまあ、身体障害に限らずだけどやはりインプット入力の方読書がやっぱり大変だっていうようなことは聞いてますで今はあの視覚障害の方に関して言うとかなりそのインプットの環境は揃ってはいるかな だいぶ出揃ってはいるけれども、まあ、ただオーディブルだとか、まあ、昔は音声訳本をさその許諾を取ってんでそれでカセットテープでっていうさそういう,う手間をかけたことがあったんだけどえっ、ー、と今オーディブルだとかの音声訳本ができ出てはいるんだけどもアマゾンオーディブルだとかのその音声訳本っていうのは音声訳っていうのは かなりのベストセラーでないと元が引けないもんだからなかなかやっぱ難しいねやはりあの視覚障害のある方向けの拡大写本というのはあの電子書籍が普及したのでかなり改ざんはされているんだけども電子書籍っていうのはどんな本が合うのかっていうことを探すのにやはり向いてないのでなかなかやっぱ ああいろいろ大変なんだよななんていうことは思います、うん、で、やはりこう小説に関して言うとこういう言い方はまあ、語弊を承知で言うと障害、えー、小説の世界にはパラリンピックというのはないのでだからどんな障害があろうとも障害のない、えー、人と 同じ土俵であの戦わなきゃいけないということでねなかなかそこら辺は大変だななんていうことは思いますでまあそうねえっ、ー、とこれラジオなので確かに視覚障害の人には向いてるかも、えーえー、もうちょっといろんな話をするようにしますこのところあの小説の書き方以外の話をするとアクセス数が落ちるんだよ なもんでついついあの小説の書き方話に集中してるけどね雑談も混ぜるようにします。えっ、ー、とラジオもそうだけどもあのポッドキャストだとね、えー、全国どこで,でも同じような条件で聴けるのでえっ、ー、とリリー・フランキーだとかあのリリー・フランキーの「スナックラジオ」だとか安住紳一郎の「日曜天国」だとかあ だね、えっ、ー、と「髭男爵のルネサンスラジオ」だとか面白いポッドキャストいろいろあるしねえっ、ー、とドラマや映画もそうねこのところ韓国ドラマにハマってますが、えー、韓国ドラマだとそのハングルで韓国語だけのやつだとやはり、えー、字幕見るの大変でしょうから。日本語の 日本語の翻訳した、えー、と吹き替えのやつもね順序順序に、まあ、紹介していくようにしていきます。まあ何せよそのこう入力に関して言うとまあハンデって結構あるけど各側にとっては、えー、出力する上では、えーまあ、同じ土俵なので。 まあその意味で大変だよなとは思うけどまあうんまあ視覚障害があれば視覚障害があったでそれはそれでまたあの別の世界が広がるのでねまあぼちぼちやっていきましょうやえっ、ー、と YouTube からあそうねえっ、ー、とあのまあ今日はそのこれからもそういうあ今,日今日はじゃないこれからもあのそういうあの 言語用紙の使い方とかを解説していきます。えっと、YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったと思ったら200円くらいから投げ銭できるようになっていますので、えー、よろしくんと。チャンネル登録や通知をオンにしてください、えー。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのかといった、うん、いろんなテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。 その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです、えー、鈴木貴一の小説講座では随時受講生を募集していますリモート対応で世界中どこにいても受講できます江戸川乱歩症や横溝性症オールエモノ新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています受講申し込みは概要欄からアクセスしてくださいこの番組は YouTube ラジオトーク、アップルポッドキャスト、スポーティファイ、アマゾンオーディブル、あ、間違えた、アマゾンミュージックなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、まあ、あの、ぼちぼちと、その、うん、視覚障害者向けの、案内なども、やっていきますので、えっ、ー、と、そこら辺のところ、リクエストして、こんな話が聞きたいよってあったら、リクエストしてください。 というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオそんなところでではではでは